もうこれはね、まあ、日本最強の捜査機関と言われていて、はいえー、東京地検特捜部、ねはいえー、という権、ね、威といったんです、ね、信頼性を大きく揺るがすような、えー、ものすごい大きなこれ、えー、ニュースだと思いますよね、はい、で当初から言われていて増収賄というのは、うん、もちろんこれ、ねえー、先ほども言われたように、えー、大規模買収事件、はい、増収賄じゃないですかお金を渡す側がいて受け取る側がいて、うん、初めて成り立つこれ事件なんですよ。うんところ 今回の可愛い放送の場合は元放送の場合は法務大臣の場合はですね渡した側が何か特段クローズアップされてえまああのね罪に問われたということでえむしろえ受,け取った側ね受け取った側に関して言うと同じようなねえまあ罪の傾聴で言えば同じような重さなのに全くほとんど放置されたというそういった意味で言うと当初からこれは何か裏取引があったんではないか特捜部との間に何か裏取引があった。